レイリー派、レイリー派の速度、レイリー派の方向、レイリー派は、表面派の一種である。1885年に、第3代、レイリー男爵上ウィリアム・ストラットによって、レイリー派の存在が、理論的に証明された。レイリー派という名前は、彼の名前に由来している。レイリー派は、個体の表面に沿って伝わる、表面男性派の一種である。 表面からの距離が増加するにつれて振幅が指数関数的に減少する上下動と水平動の両方が含まれる。レイリー波は境界面が平面な半無限弾生体表面を伝わる。水面に立つさざ波のように動き体積変化を伴うのが特徴である。地表が上下に楕円を描くように振動する。地震波は大きく分けて地球の内部を伝わる。 実体波、地表面に沿ってのみ伝わる表面波に分類される。表面波は体積変化を伴うレイリー波と水平方向に振動するラブ波に分類される。表層が存在する場合、ラブ波の他にレイリー波に対応する表面波も存在する。数百秒くらいの周期を持つ表面波の場合は、 速度がマントルの構造に影響されるためマントルレイリー波などと呼ばれたりもする。レイリー波は実体波よりも電波速度が遅く、P 波や S 波よりも遅い速度で伝播する。同じく表面波の一種であるラブ波もレイリー波よりはやや早く伝播する。レイリー波の電波速度は半無限倍質においては S 波の速度のおよそ0.92倍である。 表層がある場合には、波長、周期によっても速度が変化する。山中博明、内山智道。微動探査と地震波干渉法による、松本盆地の S 波速度構造の推定。物理探査。0度1300億448万7443、打つとくじ。地震学、第3版 p6isbn 九兆七千八百四十三億二千四万六千三百七十五頭リバーライト松田治友田はじめしん。決勝の波紋を見る量子機能工学研究室。kino-ap.english.hokudai.ac.jp、ok。日本北海道大学。2021年7月8日閲覧。レイリー派。 https://www.el.u-tokyo.ac.jp 日本東京大学地震研究所2021年7月8日閲覧ラブハ www.el.u-tokyo.ac.jp 日本東京大学地震研究所 2021年7月8日閲覧。打つ特次地震学、第3版、P58ISBN9 兆7843億2 0 4 6375、打つ特次地震学、協立出版株式会社、P102、打つ特次地震学、協立出版株式会社、P6、ありがとうございます。